今回ですね、台湾各地の皆様、そして特にですね、ファーリエンの、皆様に、今回のこう被害があったことをすごく、悲しく、思っていたんですけども、これは僕は日本でニュースを見て、記事を見て、知りました。今回こうやって、渡航することも少しこう不安だったりとかもあったんですけれども、やっぱりこうやって僕自身こんな時だからこそ、こう直接こう現地の皆様に、会いたいという思いが強くありまして、こうやって僕自身がこうやってこの地に来て、まあ、本当に微力ではあるんですけども、皆様にこう直接会って少しでもエンターテインメントのこうエンターテインメントを通して、皆様とこう少しでもこう勇気づけられたりとか元気づけられたらなという思いで、今回こうそういう思いも強く持って、改めてこの、記念すべきファンミーティングにも、初めてのファンミーティングでもこうやって皆様と会うべくして、皆様に会うべくして、今回はこう楽しむ気持ちも持ちながら、初めまして八木優生です。今回は初めて、台湾に来日することができて本当に、嬉しいです。今回ですね、台湾各地の皆様、そして特にですね、ファーリエンの、皆様に、今回のこう被害があったことをすごく、悲しく、思っていたんですけども、これは僕は日本でニュースを見て、記事を見て、知りました。今回こうやって、渡航することも少しこう不安だったりとかもあったんですけれども、やっぱりこうやって僕自身こんな時だからこそ、こう直接こう現地の皆様に、会いたいという思いが強くありまして、こうやって僕自身がこうやってこの地に来て、まあ、本当に微力ではあるんですけども、皆様にこう直接会って少しでもエンターテインメントのこうエンターテインメントを通して、皆様とこう少しでもこう勇気づけられたりとか元気づけられたらなという思いで、今回こうそういう思いも強く持って、改めてこの、記念すべきファンミーティングにも、初めてのファンミーティングでもこうやって皆様と会うべくして、皆様に会うべくして、今回はこう楽しむ気持ちも持ちながら、うん、そしてエンターテインメントの力を持って、皆様に元気づけられるというか勇気を与えられたらなという思いで、今回初めて台北に来させていただきました。はい、よろしくお願いします。ございます。第一次来到台湾，其实心情非常的开心。但是其实出发之前有在新闻看到，就是我们在台湾花莲这个地方有地震啊。当时其实心情也是有点不安的，就是其实首先要替这些受灾的民众们致上最高的慰问。然后当时在出发前真的有在害怕说，是不是应该要完成这次的活动，我是不是应该要搭上这个飞机来到这个地方。但很仔细想一想之后，很希望透过自己比较微薄的一个心意，就是可以带给台湾当地的民众一些鼓励和勇气。所以最后还是决定出发来到这个地方，然后也很开心今天大家都在。好，那你来问问看哦，这个巴木先生有没有特别为第一次在台北的这个fan meeting 有没有准备什么有趣的内容？譬如说中文，不晓得有没有好好来学一下。八木さん、初めての台北でのねファンミーティングなので、はい、北京語、中国語の準備とか、まあ、勉強はどうですかね？自己紹介。あ、自己紹介。はい。じゃあ、いきます。はいはい。要听中文的自我介绍。来来来。我是巴木永真，我是 Fantastic Star 局长，请大家好。问问看巴木先生，其实，在讲到这个团体哈 ，Fantastic 是曾经是我们台北的观光大使，跟台北也算是非常有缘分。那那个时候当观光大使，有没有学到什么想要去的地方？这一次能够真正的哈去到现场。いやもうたくさんあるんですけど、まあ、特にあの夜市夜市、はい、に行って。その、まあ、小籠包とか、あとはダージパイ、ダージパイ、おお、ダージパイ、ダージパイ、おお、ダージパイ、顔よりもでかいやつ、ダ、ダージパイ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 、パイ、ダージパイ、を食べたいですね。はい。なんか
台北のこうまたくさん美味しそうな食べ物って本当にいろいろあるので、はい、なんか、まあ、今回ちょっと制覇できるかは分かんないんですけど、まあ何個かはちょっと食べて帰りたいなと思います。はい。最主要其实很想去夜市，然后不免俗的就是小笼包也想去吃看看，然后刚刚提到大鸡排就是非常非常想吃，但不知道这次时间有没有办法想吃想做的都做到，但是希望有这个时间有这个机会可以去。と一緒に今食べたり飲んだりもしていて、まあ、とあのその記事があって、どうやってまあ友達になったんですか、どんなきっかけで。岩田さんはあの戸坂さんと一緒に、あの戸坂さんのお家で飲ませていただいて、一緒にお酒を飲む機会があって、それでなんか、なんだろう、岩田さんのこう印象というか、うん、その時やっぱ、ちゃんとこう、長い時間というか、プライベートでしっかりとお話しする機会もあまりなかったんですけど、そこでなんかこんなにもこう、最初僕ちょっとクールなイメージというか、うん、そういうのがあったんですけど、でも話してみるとすごく気さくで、なんか全然こうお堅くないというか、すごいフランクに話してくれて、なんか改めてなんかリスペクトする気持ちもそうだし、人としてこうすごく、なんだろう、僕は本当好きになったというか、尊敬して尊敬するようになりましたね、うん、で、まあ、その山田涼介君はそれこそ戸坂さんも、それも戸坂さんなんですけど、一緒にあのご飯食べて飲んだりしてる時に、あの、まあ、意気投合して、なんかもう初めて会った感覚にならないというか、なんかずっと前からこう知っているかのような、可愛がってもらってたかのような感じで、僕もちょっとすごいあの甘えさせてもらってるんですけど、まあ、でも本当にどちらともすごく、まあ、尊敬する先輩でもあり、すごく仲のいい、ね、あのお二人です。其实 会跟那个盐田变得比较好，是因为当时去前辈就刚刚讲的那个通常卡，其实现在艺名是 Omi OMI 嘛，对，登坂广成先生，对，他现在艺名是 Omi， 所以去他家，他是去他家住，然后一起喝酒的时候，那个盐田来家里一起喝，然后他一直没有在那之前没有跟他有比较多私底下的接触，那一直觉得他是一个很酷的前辈，就是可能比较谨慎比较拘谨的一个个性，可是发现哎，原来一起喝完之后他一人是非常轻松非常和善的，所以跟当时想的完全不一样，然后就很快就变得很熟这样。那山田良介一样也是在欧米他家遇到的，就是然后他也是见到当下就突然好像两个认识很久一样，就是变一下就变好朋友了，所以完全没有那种距离感，所以两个都是他很尊敬的前辈，可是却是很要好的朋友，很容易变成朋友的个性。啊，そうですね。あの、なんかあんなにもたくさんの人があのお出迎えしてくれてると思わなくて、すごくまずはびっくりしたのと、あとシンプルにすごい嬉しかったです。で、あのいろんなこう僕の名前のね、ネームボードというか、そういったものを持ってきて、まあ、きっと自分たちで作ってくれたのかな、そういうのもなんか愛情というか皆さんの思いとか気持ちをすごい感じることができて嬉しいですし、そのコーヒーイケメンに関してはそのね、そう言っていただけるのはすごい嬉しいんですけど、それと同時に少し恥ずかしい気持ちもあります。はい。出来第一个瞬间当然是有吓到，因为真的人太多，然后不过心里是非常高兴的，然后看到大家拿很多手板啊，感觉都是自己手工做的，真的是觉得大家很用心，然后也感受到大家满满的爱。然后关于那个国宝级帅哥这个事情，他觉得当然也很谢谢大家，觉得真的是很不好意思，对。